はいどうも、ワッツアップジムニーチャンネルのマッコイです。本日はですね、これからジムニーを購入をしようと考えている人が、おそらくスズキのディーラーで勧められるであろう残価設定型クレジットについて説明していきたいと思います。タイトルはジムニーを買う際は残クレを使うなということになっていますが、しっかりと残クレの仕組みを学んで後悔しない選択をしていただくために見ていただきたい動画となっていますので、タイトルは若干誇張していますけど、一緒に最後までご覧になっていただけたらと思います。今回はパワポのプレゼン形式で進めていきたいと思います。本日の議題、残クレの仕組みをしっかり学び後悔しないためにということで、まず一つ目に車を買う方法について、2つ目残価設定型ローンの仕組み、3残価設定型ローンの罠、4残クレに向いている人いない人、5ジムニーと残クレ、6まとめという形で進めていきます。まず1つ目、車を買う方法ですが、私が思いつく限りご覧の通りの買う方法があります。現金一括、一般的なカーローン、ディーラーローンであったり銀行のマイカーローンであったり、人によっては親ローンなんかも使うのかなと思います。3つ目残価設定型ローン、クレジットカード、あとはカーリースなんかがあるのかなと思います。今回は、上の3つですね、現金一括、カーローン、そして残価設定型ローンについて説明していきます。1車を買う方法ということで、現金一括、これは最も誰もが想像しうるシンプルな支払い方法だと思います。ディーラーで見積書を作っていただいたら、その見積書通りの金額を指定の口座に振り込むだけです。これのメリットとしては、ローンを組むわけではないので金利がないので、トータルで支払う金額が最も安く済みます。加えてローンを申請する際の面倒な審査や申し込みの必要がないので、スムーズに支払いを済ませることができます。デメリットとしては、一時的に手持ちのお金が一気になくなってしまうということです。これができるならこれがベストだと私は思いますし、これができないような車を買うんじゃないというような意見もあるのかなと思いますが、ですがこれができる人は割と半分ぐらいなのかなっていう印象ですね。多くの人が使うのがこれら説明するローンです。まず一般的なカーローン、これ銀行ローンであったり親ローン、両方なんですが、分割支払いをして毎月一定額を誰かに支払うと。誰かっていうのは、銀行のマイカーローンであったら銀行ですし、親ローンであったら親ですよね。これのメリットは、手持ちのお金が一度になくならない。そもそも親ローンであったら金利なんていうのはないのかもしれません。デメリットとしては、金利分多く支払わなければいけないようなことがあります。また、低金利の銀行のマイカーローン等審査が厳しいものは、人によっては審査に落ちてしまう可能性もあります。さあ、次の残価設定型ローン、これが本日の肝なんですが、これは前述した銀行のマイカーローンと違い、前もってディーラーでその車両を数年後にこの金額で買い取りますのでという宣言をします。で、車両の全体の価格からその将来の買取金額を差し引いた段階で、ローンを組み支払いをスタートするという方法になります。ちょっとこれだけではどういう仕組みなのか分かりづらいと思いますので、次、残価設定型ローンの仕組みというところで、仕組みを詳しく解説していきたいと思います。例えば車両価格300万円の車を5年のローンで買う場合、一般的なカーローンと残価設定型クレジットローンを比較していきたいと思います。まず一般的なカーローンですが、車両の価格が300万円だとして、これを5年で買いますので、300÷12ヶ月×5年の60ヶ月で割ると月々の支払いは5万円になります。一方、残クレの場合は、最初に5年後の買取価格を、本体の 20% と設定しますので、残った 80% を5年間で支払えばいいので、300万円の 80% を60ヶ月で払いますので、月々の支払いは4万円ということになり、月々の支払額は1万円の差が生まれます。この計算ちょっと金利含んでいないので、正しくないんですが、大体こんぐらいの差が出ますよという指標としてご覧になっていただければ幸いです。
じゃあ残クレの仕組みとしておそらく皆さんが持つであろう疑問点として、1つ目、残価の設定額は誰が決めているのというのと、2つ目、残価は最終的にどうなるのという2点を解説していきます。まず1つ目の残価の設定額についてですが、こちらはね、あらかじめメーカーによって決まっています。まあ、例えば今回はジムニーを買うという点にあたってスズキの買えるプランを、見ていきたいと思いますが、例えば3年プランだと、軽自動車の場合残価は 50%、 登録者の場合 40% が保証されています。5年プランの場合は軽自動車の場合 30%、 登録者の場合 20% が残価としてあらかじめ設定されています。では2つ目の疑問点、残価はどうなるのというところで、残価の支払いについて基本的に以下3パターンが考えられます。1つ目、同じメーカーで新しい車に乗り換える。2つ目、車両を返却する。こちらを選んだ場合は、先ほどあらかじめ設定した残価というのは0円チャラになります。要は払わなくていいんですね。ということは1と2の選択をすれば、車両価格の 80% を支払った段階で、もう支払いは完了ということになり、トータルの支払い金額が安く済むと、そういうことですね。3つ目、そのまま乗り続けるというパターンを選択した場合は、残りの残金をまたローン組むか一括で払ってしまうか、どちらかということになります。でここでですね、残価設定型ローンのメリットとして、購入時に将来の下取り価格、これが残価ですね、を差し引くので支払い金額が安く抑えられます。同メーカーの新車に乗り換える、もしくは車両を返却すれば、残価は最終的に支払う必要がなくなります。まあ、これらがメリットとして挙げられますが、じゃあデメリットはというところで、ちゃんと残価設定型ローンのデメリットも理解しましょうというのがこの動画の趣旨になります。まず1つ目ですね、残価が0円になるには様々な条件があります。先ほど同じメーカーで新車に乗り換える、もしくは車両を返却すると残価は0円になると言いましたが、これらにはいくつもの条件が存在することを押さえておきましょう。まず残価が0円になる条件、その1、走行距離ですね。例えばこれスズキの買えるプランを例にとると、5年プランの場合、5年間の総走行距離が6万キロ以内、つまり年間の走行距離が1万2000キロ未満であること。3年プランの場合、3年間の走行距離が4万キロ、年間に変えると1万3333キロ未満に抑えなきゃいけない、そんな必要が出てきます。これ超えた場合はその分残価から引かれます。残価が0円になる条件その2として、中古車査定時の減点が50点以下、これ距離以外っていうのがありますが、最終的に、まあ、3年プランだったら3年後、5年プランだったら購入時から5年後に購入した車を中古車査定します。その際にこれらいくつもの査定のポイントで10点以上のマイナスが出てしまった場合は、その分残価から引かれると。詳しくは私もちょっとわからないんですけど、まあいろんなこういう点検項目があって、減点の対象になるということを押さえていただければと思います。その3、過酷な仕様、かっこレース等による過酷な走行等や違法改造がされていない。でここで重要なポイントは違法改造がされていないという点で、これは違法改造とありますが、おそらく、法規に触れないようなカスタムも基本的には禁止です。例えば私のジムニーシエラは、タイヤとホイール変えてたり、後ろにシャベルついてたりラックついてたりしますけど、こちらで戻す際に通常のノーマル状態に戻してお返しするか、向こうがディーラーで、通常の状態に戻す際に費用が発生した場合はそちらが購入者負担となるようなことがあるのかなと思います。まあ、ちょっと過酷な仕様っていうのは定義が曖昧ですが、まあ車両にダメージが残ると査定に響くので、まあ、こちらは一旦無視したいと思います。その4、法令及びスズキが指定する点検整備を受けていること、その後当該自動車に関わる契約期間中の自動車税を払っていること、まあ、こちらは当たり前なので省略していきますと、5つの条件を見ていきましたが、これらの条件を満たさないとスズキでは新車乗り換え、もしくは車両を返却しても残価がゼロになりません。
ということで、まあ残価が0円になるにもいくつもの条件があるということがわかります。さらに、次、残価設定型ローンのデメリットとして2つ目、金利が割高になる可能性があります。まず押さえておきたいポイントとして、残クレの金利は車両価格全体にかかります。つまり残価差し引き後の金額ではないということを理解しておいてください。例えば金利が 5% の場合、車両の本体価格が300万円で残価が50万円だとしたときに、金利は300万円 ×0.05 の15万円となります。残価を引いた250万 ×0.05 の 12.5 万円ではないということですね。そしてこの金利が高い可能性があるっていうのを具体的に見ていくと、例えばスズキの5年プランだと、軽自動車の場合 3.9%、 登録車の場合 2.9% の年利がかかりますが、これが一方マイカーローンと比較するとですね、銀行のマイカーローンの場合、例えばこれら横浜銀行、三菱 UFJ、 愛知銀行等を適当に持ってきましたが、だいたい 0.9 から 2.4、 1.7 から 2.45、 2.3、 2.1 と、まあ、2.4 ぐらいがマックスなんですよね。これを戻ると 2.4 がマイカーローンのマックスだとして、残クレは軽自動車で 3.9、 普通車で 2.9 ですので、まあ、0.5% ぐらい残クレの方が高いということがわかります。残価設定ローンの罠として、まあ、デメリットとして3つ目ですね、残価が市場の下取り価格よりも低くなることがあるということですね。つまりどういうことかというと、車種によって3から5年後の車両の価値が最初に設定した残価よりも高くなる可能性があります。例えばスズキのカエルプラン3年残クレでシエラを買った場合、車両の残価は普通車の場合 40% ですので、車両の本体価格をまあ200万円とすると、200万 ×0.4 の50万円となり、3年後のジムニーシエラの残価は50万円となります。3年後のジムニーシエラの残価が50万円とさっき見ていきましたが、ここで中古車市場の買取価格を見ていくと、 JB23 で、いわゆる1世代前のジムニーで、これまあ K ですけど50万から80万円、JB64 で100万から150万円と、まあ下取り価格っていうのはこれあくまでも一例で車両の状態によりますが、まあ概して3年後に50万円以下になるっていうのはあんまり想像つかないですよね。ジムニーは2020年で152万、2017年モデルで 96.1 万と、これはまああくまで一例ですけど、残クレで設定した残価よりも高いことがわかると思います。じゃあこれらデメリットとメリット両方見てきましたが、残クレに向いてる人向いてない人っていうのはどういうことなのかっていうのを改めて説明するとですね、残クレのメリットをもう一度おさらいすると、車両の状態次第では残価が0円となり、車の本体価格を安く抑えることができるというのが残クレのメリットです。じゃあ向いてる人はどんな人なのかっていうと、短期間で車をどんどん乗り換えていきたい人、まあ、特定のメーカーのファン、そのメーカーでしか車買いませんよっていう人、まあ、特別な事情で期間限定で車両が必要な人、まあ、これらのに当てはまれば残クレを選択するのに向いているのかなと思いますが、一方こんな人は残クレをやめておいた方がいいんじゃないかなと思うのは、例えば1番運転初心者で事故を起こす可能性が高い人、なんでダメかっていうと、事故った後にですね3年後の残価がゼロになりません。2つ目、長距離運転する機会が多い人は残価がゼロ円になる制限を超えてしまうかもしれません。3番、購入した車を長期間乗り続けたい人は残クレのメリットを享受できません。4番、人気車種を購入予定の人は市場の買取価格が、設定した残価を上回ることがあるかもしれませんと。これらの4パターンに当てはまると、まあ残クレを選ぶメリットっていうのはあまりないのかなというような印象を持ちます。5番、ジムニーと残クレということで、ジムニーの車両としての特徴を一旦おさらいするとですね、ジムニーは山道や砂浜を駆け回ることにより、まあ傷つきやすい、扱いをする方が多いのではないかなと思います。またですね、ジムニーは人生の相棒として一生乗り続けていくっていう考えの人が多いのではないかなと思います。まあなんとなく購入した、その流行りに乗って購入したっていう人以外は長く大事に乗り続けていくモデルではないかなと思います。さらに多少状況は改善されましたが、
発売当初のピーク時には1年以上のバックオーダーがあった人気車種であります。つまりですね、これらジムニーの特徴と、まあ、ザンクレに向いてないんじゃないかなと人の特徴を照らし合わせるとですね、まずこの1、3、4が当てはまるわけですよ。運転初心者っていうのはまあ無視しておいて、事故を起こす可能性が高いというのでは点においてはジムニーはタフな仕様により事故を起こす可能性が高い、まあ、事故と書きましたが、まあ、例えば林道でこけたり、岩に乗り上げて下を擦ってしまったりと、最終的に中古車査定する時の、原点となるような使用方法をしてしまう可能性が高いんではないかなということです。次に購入した車を長期間乗り続けていく人というところにおいては、まあ、先ほど言いましたように人生の相棒として長期間大事に乗っていくという人が多いのであれば、ここには当てはまらないのかなと思います。4番、人気車種を購入予定の人というところについては、これは一番単純で明快ですが、ジムニーは発売当初から今までもバックオーダーが続く人気車種であり、残価を中古車の買取市場が上回っている現状がありますので、これらの特徴を合わせるとジムニーを購入する際に残クレを選ぶというのは向いていないんじゃないかなというような結論に至ります。まとめおさらいですが、車を買うには様々な支払い方法があります。現金一括であったり、カーローンであったり、残価設定型クレジットであったりと、中でも残クレは車両の本体価格を安く抑えられるという目先の利益に飛びつき、初めて車を買う人や当面の出費を抑えたいという人が安易にちょっと選びがちな方法でありますが、この残クレにはデメリットがあることを理解することが大切です。例えば残価が保証される条件が複数あったり、カーロードと比較した際の金利であったり、市場の買取価格と保証残価の差であったりと、これらのデメリット仕組みをしっかり理解した上で選択するべきであるということですね。じゃあ残クレのデメリットと照らし合わせると、こんな人が残クレを選ぶのには向いていないということがわかります。初心者で事故を起こす可能性が高い人、購入した車を長く乗り続ける人、人気車種を購入する人、これらの条件とジムニーの車両としての特徴を照らし合わせると、タフに悪条件でガンガン使うという点は普通車というか、まあ、他の車よりも思わぬ事故に遭う可能性が高いです。相棒として一生乗り続けていく車として数年乗って手放すという人は少ないんではないかなと思います。発売当初からバックオーダーが続く人気車種ということは、数年後の中古車買取価格は残価よりも高いことが予想されます。つまりジムニーの車両としての特徴と残価設定型クレジットの恩恵が享受できる特徴は対照的であり、新型ジムニーは残価設定型クレジットで購入するには向いていない車であるということがわかります。今回動画を作るにあたって、私自身よく残クレの仕組みを理解しないまま、残クレで購入してしまい後悔したという経験をもとに動画を作りました。この動画をご覧になっている今後ジムニーを購入予定の皆さんが後悔しない選択ができるようお役に立てれば幸いです。ここまでご視聴いただきありがとうございます。最後にですが、この動画は残価設定型クレジットでの購入を否定するものではありません。あくまでも残クレという仕組みの内容や購入予定の車の特徴を考慮せず、直近の支出を減らしたいという安直な願望に従い、私自身残クレを選択してしまった苦い経験から、仕組みを理解する勉強することの大事さを伝えたいというのが この動画の趣旨ですので、ご承知おきください。では